こんにちは、KZP プラスです。今回の動画は、新しく来たイベント、激闘、昌磨との戦いの動画になります。いよいよ昌磨との戦いも残り2体となり終盤に向かっています。前回の音の昌磨が結構難しかった、ので今回も気を引き締めて、挑戦をしなくちゃいけませんね。それでは、見ていきましょう。石の昌磨です。弱点技、霊、影、耐性はゾーン、突。石の昌磨は、メディテーションで、知力バフをするのですが、術攻撃、をあまりしない感じです。ただ、石の記憶がせっかく弱さ、ということで付与率を下げるため、にも知力のバフは怖いのでデバフ、で対抗しておくべき？かな。でも、石の記憶もあんまり使って、来ないような感じもします。曖昧な物言いになってしまうのは、実はこの石の昌磨、そんなに難しく、ないかも。音の昌磨に比べたら、めっちゃ楽、ヒットポイントが少ないのかな。すごく短期戦、弱体解除してきますので、デバフ、での回避戦術よりか、耐久していく、パーティーの方がいいかも。物理攻撃が多めなので、方天前の陣で中央にカウンターの、人間男を配置して1ターン、あたりのよだめ量を増やします。陣形効果で攻撃が受けやすくなりますし、グレートアドベンチャーの挑発でさらに敵の攻撃を自身に向けやすいので良いですね。回復係には女神を選出。女神の羽で回復とバフを同時にできるのでこれも良いですね。人間男やアタッカーへは早めにバフを入れたいですね。知力デバフ係にオセルス、弱体解除があるので、デバフを入れるのもどうかと思いましたが、やはり石の記憶で結果にされるかもしれない可能性がある以上、少しでも知力を下げておきたい。ここで私はミス。石の昌磨は、期待性持ち。アセルスのミラステは、貴族性。失敗した。これなら、リアルクイーンにブレイク上、継承させて入れた方が良かった、かもしれない。適当に編成して挑んで様子見を、したりするのですが、今回は進みが、よく戦闘展開もいい感じなので、このまま進めます。知力下げは弱体解除などで目に、返す恐れがあるし、少しでも精神を上げておきたかったので、西欧、派生室の歌を連打します。アタッカーには、当然リアム、玉込めが終われば大ダメージを、取っていけます。それではこんな感じで進めて、いきますので見ていきましょう。勝てました。やっぱり石の昌磨はそんなに高難易度な敵ではなかったと思います。
さーて、お次は昭和のラストです。最後まで気を抜かず、戦って、いきます。